どうもこんにちは、こんばんは、こんにちは。17日のもう5時ですね、朝の5時になります。動画をね、ずっと見てたらこんなになってしまいました。もう眠くて死にそうです。はい。で、今日は池袋、なんだっけ、池袋騒動っていう、まあ今ね、なってますよね。もうちょっと時間が経ってるんで遅いんですけど、まとめというか、やっぱり近々だと分からなくてね、今日、昨日か、さゆさんが、動画出してるんでね、それを皆さん見てください。大体内容が分かってきました。ただ今、YouTuber の方で、結構もう結論出しちゃってる方が結構いらっしゃるんですね。まあ、林さんを擁護する方、平塚さんを擁護する方、います。で、まあ大体それで今、そうね、いろいろいっぱいいますよね。で、例えば大体それをまとめると、今何をやってるんだと、立花さん頑張ってこうやってやってる時に、お前らは何をやってるんだ、けしからん、もっと結束をしてしっかりしろと、喧嘩やってる場合じゃねえだろうっていうようなまとめ方の方が多いかなって思います。はい。でもね、俺はちゃうと思うんですよ。ちゃうちゃう、全然ちゃうと思って。まあ、ことの内容はね、これなんだろう、伝達がうまくいってなかったっていうのはありますね、もう。で、それもなんか、まあ LINE グループ、っていうか、まあ LINE でこう、なんだっけ、秘書の方、吉田さんが、こう、ある一部の方に LINE グループで、ね、メールをしたと。その内容を、林さんが忠実に守ってたと。守って、なんかやってたと。で、さゆさんが、たまたまそこでやってたから、まあ多分、状況としたら、林さんはあまりさゆさんのことをよく思ってないっていうのは現実だと思いますね。で、たまたまそんな朝食や配信やってるから、やめさせたみたいなね、ちょっとちょっかい出したっていう感じです。で、ちょっかい出しといて、じゃあなんだって話し合いに、結局議論に応じなかった。で、その言い方も、あなたに興味ないから必要はないみたいな言い方でね、まずね、揉めた時の前にまず言ったんですよ。ほんで、揉めた時にまた、そうね、議論しようって言ったら拒否したでしょ。で、さゆさんが、片方は何も言わないから、さゆさんの方で状況を説明してるっていうパターンなんですけど、まあさゆさんの内容でまた今日ね、はっきり分かったんで、はい。そうすると、まあね、まあ、林さんが悪い。悪い。なぜ悪いか。議論をしないのが悪い。はい。ねえ、N 国党なんだから、議論しろよ。あ、ごめんなさい、こんな上から目線で。ごめんなさい。N 国党なんだから、議論してください。ねえ、議論して、なんだろう。YouTube でもいいよ。出して、お互いさ、話し合えば、それもね、公開してさ、いいじゃん。それがやり方じゃん、国党の、もともとね。そしたらまたそこでさ、YouTube みんな見てくれるよ、それも。別にね、党で、同じ考え持ってる人、嫌いな人もいっぱいいるだろうしね。それはもうしょうがないことでしょう。それを一つにまとめることなんかできないから。で、ごめんなさいね。もう一つ、今まとめてね、こんなことね、喧嘩してる場合じゃないだろうって思われてる方もね、やっぱりいると思うんですけど、そうかな、こんな立花さんはこんな何とも思ってないですよ。こんな下っ端の、まあ下っ端って失礼だけど、俺がもっとさらに下っ端だけどね、そういう人たちがいっぱいこう、話題を作ってくれることが一番いいことだと、立花さんは思ってると思いますよ。そんな小さい人じゃないよ。自分がそういうことをやってきて推奨してきた人なんだから、
で配信者は決してね排除するようなことは言わない、まあ、いろいろこの裏にねなんかその吉田さんのメールの中にいろいろなことがあった配信者に対しての何かそういうことがあったんだけど、それは立花さんが言ってることだとみんな思ったんだけど、実は立花さんが言ったことではないっていうことがあって、その辺もちょっとねこう本部側っていうのかな、なんていうのかな、党の本部、まあ側近なんていうの、そういう人たち、さらに議員、議員は党員ですよね。で議員ではないけど公認もらっている準党員の方、まああとはサポーターというかいるけど、俺たちみたいなのがねクソみたいにいっぱいいるけども、まあそれぞれ確執というか あるんですよやっぱりね。で多分この林さんなんかも多分もうまあこの方も長いでしょう、結構ね前参議院出てからで、なんかそういう自負があって、割と平塚さんなんかがこう立花さんにこう割とね気に入られてるのは、まあ許されなんかあんまり気に入らないんじゃないのかな単純に。でもそんなのさ言っちゃえばいいじゃん、全部嫌いだったらって思います。議員なんだからね、議員になるんでしょ、議員になるんだったらさ議論しなきゃダメだよ、そのぐらい全部ね何でも。 N 国党はそれをしてくる人たちでしょ、議員しよう議論しようって言われて嫌ですって言うような N 国党の議員を見たくないですね、今はまあ YouTube 出してる人はほとんどそんなことはしてないと思うけどね、うん、まあ、そこが悪いね、うん、そこが悪い。あとはその情報伝達がいかなくてお互いちょっとおかしなところがある、これは本部の運営が悪いのか、その辺は俺みたいなやつが偉そうなことを言ってもしょうがないんで、でもそれが N 国党なんじゃないの現状の、うん、揉めてさもっと話題作った方がいいよ。俺もね8月にね、選挙があったでしょ、でそれまで普通にもうすごい熱中して見てたんだけども、参議院選であるちょっと変な方が割と、まあ変な方失礼だ、あごめんなさい、ごめんなさい、あるところで立候補して立花さんも地方選で8月で応援とか駆けつけたんだけど、その出た人がまあちょっとね何とも言えなくて、こんなんでいいのかって自分の中で思っちゃった。それで熱くなっちゃって、こんな人でもしやるんだってイメージがね、悪くなるから、せっかくこんなにいい雰囲気なのに N 国党は、なのになんだおかしいだろうっつって、もういても立ってもいられずなんか電話しちゃったこととかあるんですよ。その時はねもうかけるところはなかったから、殺せないにかけたのかな、意見を言っちゃった、ちょっとごめんなさい、その時は申し訳ないと思います。俺もそう思った、何をやってるんだと思ったけど、そんなのね何を思ったと、多分立花さんはそんなの思ってないよ、逆によくやったと思うぐらいじゃないの、うん、悪くこんなの、まあ悪いイメージになるとかさ、そんなのね悪くても話題にはなってるじゃん、なるじゃん。でこれ林さんが議論しないと話題にならないからね、だから林さんに話してって言ってるんですけど、もっとさ自由にさもっとやりましょうよね、いろんなやり方で、うん。で平塚さんはもともと自分で独自に自分でまあ NHK に対して仕掛けてね、取材した取材というかもう裁判もやってるようなすごい人ですよ。それも名前も出して電話番号も晒してやってるんですよ。そこがまず、普通の人とは俺は違うと思ってる、うん。あの人の動画は見てて全部納得できる。でもう警察とかも大変ですよ、そんな勇気ある人ですよあの人も、うん。現物見たらさ、俺一緒に写真撮ってもらったんだけども、細いくて、まあ俺ちょっと小さいぐらいかな、うん、あれもっとひょろ長いのかなと思ったけど、そんなに大柄ではなかったね。であの体でそんな警察の丸棒じゃねえけど変なやつにさ暴力首絞められたって言うんだよ、それでもまだやってるんですごいと思うよ。まあそれは個人的主観だから、うん、林さんもすごい人なのかもしれないしね、でもなんか話さなきゃやっぱ分かんないよね。だからもっとやりましょう、もっとやれやれもっとやれと思ってるんですよ、うん。
この事件終わらせないで、みんなもう終焉しろって言ってるけどね。ちょっと今はだから、まあ、兼ね合いも、選挙の兼ね合いもあるからさ、選挙が終わってくらいから、まあ、再びやるっていうのもいいんじゃないのかなと思います。で、俺一つね、なんか現場で思ったことが、どこの現場行ってもそうなんですけど、俺がこんやりすぎちゃったらいけねえんじゃねえかなって思うんですよ。なんかもっと手伝って、俺もなんか手伝いたいと思っても、あ、それはいいですからみたいな。今回のお達しもなんかね、吉田さんからのお達しもそんな感じだったでしょ。まあちょっと内容をはしょって話しますけど、撮影するんだったら一般の人と、一般の人の方で撮影しろみたいな、一般扱いで撮影しろみたいなお達しがあったっていうけども、なんでそんなことするのかなっていうか、言うのかなって。立花さんはそんなの思ってない。これは平塚さんも同じようなこと言ってるけども、もっと田島さん、もっとやった方がいいよって思ってるでしょ。で、警察に、警察に、そうですよ、そもそも論で、警察にね、しょっぴかれ、あそこで撮影してると、警察に、なんだろう、もう演説にさせられて、中止って言われちゃうから、あんなことするなっていう人が結構多いけど、そもそもそれも違うから。あんなにされるわけない。並んでんのと変わんない。大型すごい撮影がいっぱいさ、人がさ、その列にダーって横でさ、ね、道路はみ出しちゃって撮影してんなら別だけど、普通に並んでるところでただこうやってカメラ持ってたら別に問題ないじゃん。それ全然違いますよ。で、警察もいなかったっていうしね、全然。警察がさ、もうその辺に張っててこう監視してるんだったら別だよ。でも全然いないんだもん。まあ、そんなのないよ。私もないっていうのを冷静に判断してくださいっていうと、もう大体なんとなく分かるんだけども、ただ個人のね、そういう戦いっていうのはさ、やっぱり話題になるしね。売られた喧嘩を買わなきゃいけないし、売っといて逃げてるっていうのが一番卑怯だと思うんですよ。で、逆にどんどんこう言われちゃうよ。サーファー若林って言われちゃうよ。だから林さんはちゃんと出た方がいい。出てね、ちゃんと話した方がいいよっていう感じで、なんかもう騒動を終焉して、うまくみんな仲間になってやりなさいなんていうね、ことを言ってる方も多いと思うんですけど、俺はちゃうと思って、もっとやれもっとやれっていう方がいいと思います。別にこれは参議院選の最中だからダメなんじゃなくて、ね、これ参議院選をやってる時にこういう騒動をやってるってことでも、周りにね、みんな広がるでしょう。それでまだいいんじゃねえかなと思うよ。大きな、その何だ、お前はどの立場でものを言ってんだって俺も思うし、逆にそうやって言ってる人たちも思い上がんなよって俺は思うんですよ。俺も過去の動画で本当そういうのあるからね、本当同じ思いをした。大したことないよ、こんなこと。もっとやろう、 N 国党なんだから。分かってる人は分かってるんだからね。熱い、同じ思いでやってればさ、最終的な思いがね、分かってるでしょ、みんな。で、個人的なそういうのはさ、まあ仲が悪い人もいるのは当たり前だから、どこの世界でも。戦うやつもいるし、戦わないやつもいるしね。でも N 国党の議員になるんだったら戦ってほしいよねって俺は思います。じゃあさようなら。またやりますよ。